今回は新衣装を用意してみました。いかがでしょう。白い T シャツに黒ワンピをデザインしました。頑張って作りました。では今回は Steam で無料で来たリトルナイトメアやっていきまーす。よし。ニューゲーム。一回も見たことがないから、本当の初見なので、大丈夫かな。ちょっと不安です。どこだどこだこれは。誰？怖い系ホラーなの？きっと大丈夫。あ、もう動かせるのね。動作わかんないんだけど。ライターをつける。説明とかはないのかしら。ちょっと待って。なんでそんなに炎が揺れるの？ このボタンなんだ。これは、切っちゃった、切っちゃった、切っちゃった。ちょっと待って、待って。何も出ないよね。戦うとかじゃないよね、多分ね。あ、持ってないしな。ライターしかねえよ。おお、なんか勝手につけた。で、何をするんだい？これでライターつける、消す、OK。何これ。構え、威嚇か？ジャンプ。これもジャンプ？で、何をするの？説明なし？そういうゲームなんだね。登れたりするのかな？こっちに行かないといけないってことは、ちょっと待って。コントローラーに振動がある。振動はいらないよ。基本器具じゃないよな。操作説明。しゃがむ。走る。走るの？このボタン走るのね。つかむ。これでつかむ。OK。これ絶対振動切れないタイプだよ、振動。はい、つかむ。つかんでるよ。はい、つかむ。はい。なんで何するの？投げてる投げてる。おお、このボタンで投げれるのね。
掴んだらライター消える。まあそっか、両手で掴んでるもんな。ライター消えるわな。なるほどな。え、で、掴む、あ、さっきのランプ掴むんじゃない？あ、でもランタンでもなかった。どうすんの？これ。これ？どうやっていくの？ちょっと待って、しゃがむみたいなのないの？え、どうやって入んの？ちょっと待って。 いろんなボタンを押したけど、あ、これだ、これだ。ちょ、あ、ライターつけた、つけた。よし、オッケー。これが、かがむ？あ、振動切りたい。はい。揺れる、コントローラーの揺れる設定って絶対いらん。うわー。何かいる？ちょ、マジでどこ？これは多分開けれないドアで、違うって。これ開けるそうだよね。ちょっと噛んで。これだっけ、つかむ。これだよな。違うのかな？やめよう。あれはきっとボスだ。いや、でも、ちょっと待って、これは。こっちか。誰だ、お前は。友達か？ちょっと連れて行ってやるか。お友達になれるやもしれん。ここ置いとこう。あ、いや、ちょっと待って。なんか光ってんじゃん、そこ。光っ。揺れが怖いんだって。小人なの？この子は。あ、これは重いんだね。重さがあるのな。これも無理そうだな。よいしょ。あの椅子使ってたらいけそうか。どうやって落ちてくるんだ。おお、ここは何もないの。登れるのかな。あの人形何なんだ。つかめ。あの人形何。ぶら下がってるけど、トイレットペーパー置いてみたけど意味ないよね。スリッパかな。ちょっと助けれなさそうだな。この段差、あ、にょむー。よいしょ、よいしょ。
足跡がある。ちょっと待って、これ電気つけてていいのか。なんか電気つけてた、ライターかつけたらやられるとかない？え、どうすんのこれ。何ここ、入れる？入れる。え、何、殺人犯かなんかなのこの子。あ、なんかセーブポイントだこれ。登れるんじゃない？ちょい。登られへんのかい？え？え？なんだ。掴んでどっかに行くのか？登って、違うな。そうだな。セーブではあるけど、なんかやらないと、なんかやらんとわかんねやろうけど、わかんない。あ、なんかびっくりした、なんかいると思った。トイレ。あ、もう振動いらんって。とかもないしな。あっこまで椅子持ってったところで飛べないし。でもこれ多分この平面でずっ、平面っていうか平行にずっと走る感じな気がする。あ、これ開けれるんじゃね？よいしょ。大丈夫ですか？スリッパ入れるの？わかんないな。冷蔵庫？こっちの奥は何もないな。これも持っていけないだろうしな。お前、いや、何こう火あったでみたいな、ここ家やねんぐらいの勢いでおるけど、お前誰？ちょっと待って、誰、敵、お前敵か？ちょ、燃える？あ、いや貫通してる、違うのか、掴めんのかな、よいしょ。え、めっちゃにらみつけてくるやん。お前投げんのか？おい。え、めっちゃにらんでくる。ついてくんねんけど。え、ちょっと待って、何すんのこれマジで。真ん中閉じ込めるんかな、なんだろう。燃えるお前。お。え？え、マジで何するんだこれ。これ持って、え、燃やす？持ってどこ行くんだこれ。待って、こっちか？行きたくないって。何するん？
これ。ちょっと教えてよ。きっとこんなとこでつまずく人ほぼいないんだって。セーブはなったしな。これかやっぱ。何するんだろう。椅子持ってこれねえし。向こう側行く感じでもないから一回セーブっていうだけの。あ、はっ、ついてきた。ちょっとあいつ来るかな。まだあの人。あいつを使えるとこがあんのか。いやでもついてきてないな。まああの部屋でなんかあるかな。スリッパとりあえず持ってきてみるか。あー今のところ平和ではあるな。手紙遺書みたいな取れないの。時計じゃないのこれ。じゃん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 。どうやるんだろう。あ、登れる。あー、やっとわかったー。あ、ちょっと待って。おー、こんなことできるのね。あっちもあったな、道。なんか落とした。え、ちょっと待って。ヒルだ、ヒル絶対。え、戦えるのこれ。戦うとかボタンあるんかな。逃げるしかないよな多分。なんか上にもだって巻いてるもん。あかんって。カン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 。いやあのさ、銃とかくれたらバッチリやで。バッチリ殺せる自信はあって。やばい、来た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 。ほわい。こういうジャンプ本当に。あー上いますね。こっからヘイヘイ登って。ヘイヘイ。なんだここ、どうやるんだ。でこっちは道がないってことは、やっぱここ登っていくしかないんだよ。え、こっちの方。ほう、ちょっと登って。え、違うんかな。え、違うの。ほっ、でもあのこれか。でも上登れるってのが分かったからこれか。あ、あ、いけたいけた。これはしご、はしご観察では。え、おお、ジャンプ。でもはしごっぽいよな。あ、これでポイってやったらいけるんじゃない。よし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 。間違えた。ちょっと待って、登って、の登って、あ、長押しで登ってくる。ジャンプ、はい。あ、バルブじゃねえのか、やることは。あ、押す。
スとかもなんか、これは登らな、登れないんだね。こういうのは登れる。ちょっとちょっと、こっちの方ですかね。わー、こういう解読系とかも無理なんだよな。あれ？届きそう？あ、多分この上なんだよ。ここの上を、よいしょよいしょよいしょ、バルブの方に行って飛んで配管通って登る。ほっ、無理だわ。これ一番上まで行って、よよよよと登りまして、はっ、無理じゃん。やべ、積んだわ。これ木だし燃えねえかな。え、木じゃない？しゃがん、あっ、やったー。え、私天才じゃない。あ、さっきのやつや。はいはいはい、これ絶対落ちたらダメやったやつじゃん。やっちゃった感ある、あるある、気持ちはある。やっちゃったなって思った。光に集まってきてる気はする、若干。あ、ちょっと待って、死んじゃった。あっこはジャンプするんだ。え、なんか見た目変えてたかな。え、こっから、あ、じゃあ落ちるべき場所なんだな。え、ピエンって光いるんかな。攻撃できるんか。掴む、掴む、ヒルって掴めんの？やってみるか。あ、でも多分逃げるんだと思うんだよな。あ、あれなんかバケツ使うのかな。おう、で、おう、よいしょよいしょ、ほっ、で、これがチェックポイントだ。よし、分かってきたぞ。分かってきたけど、こういうひらめき、あー、なになに、あいつ、あ、あいつか。ひらめきがいると。ひらめきがいるタイプって無理なんだよね。脱出ゲームとかすごい不得意、得意じゃない、わかんねえよな。え、こっちか、本当にこっちか。ちょっとあっちにも道ないか。ないな。なんか道ある。正規ルートか、それともなんかアイテムか。後で来るんだったぜみたいなパターンかな。おー、日の光、え、日の光、あかんな。後で来るタイプだわ。ストッパーみたいなの持ってきて後で来るタイプだな。え？これが開くんか。ストッパーなんかないかな。さっきのバケツ？あ、落ちる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 。なんかもう一人欲しいがからだ。
なんだなんだこれ。うん、これしかないよな。お。走るだ。あ。もうまっすぐな道を作ってくれ。走るどれだっけな、これか、あ、これか、これだな。シュシュシュ、四角ボタン、OK、四角ボタンで走る、ゴー。間に合いませんけど、これジャンプできるんじゃないか、もしかして。ちょっとやってみようか。ゴッ、ほっ、ああ走るボタンやっと出してくれた表示を。ジャンプと走るどっちが速いんだ。よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ゴー。はい、とほう、あー、ギリギリ間に合ったー。よいしょ、はい、はい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 。え、開けるやつじゃないってこと。でもあれだよな、開けるの多分。とりあえずさっき、え、何ここ、なんかボス戦の匂いがする。え、バレたら死ぬ。セーブセーブ。あー、セーブが入ると安心するな。あ、死んだ。感電死したごめん、セーブした安心からすまねえ。ネズミどこ走る？あー、ここな。お、ここ入るのか。お、つかめないのかな、これ。つかめないな、バカ。開けれないのこれ。燃やす？お？開けれたりするんか？これ取れたりはしない。なんか転がってる。何するんだこれ。手前なんもないよな。え、ドアが邪魔して何か隠してる？ちょっと、ちょっと、もう、そんなことして。ドア最初っから開いてたし怪しかったよな。せーの、こっ！電気消えたわ。え？どうやって通るの？ここ。なになになに、お、お、え、あ、なんか時間制だぞこれ。
奥の部屋を見ときたいんだが。戻る用の道か、これ。なるほど。ほう。ほう。これで戻って、もう一回やって、走れと。なるほどな。理解。せーの。ほいや。よいしょ。よいしょ。よいしょ。走れ、走れ、走れ。邪魔だ、お前邪魔だ。なんだこの部屋、これが正解の部屋って感じか。ほっ、まあ何かやるんだろう。あ、でもこっちも光ってる。ダメだったか？なんか。これは死んで生き返ったのかな？ぽいな。ストーリーとかじゃなさそう。ごめん。いや、光に当たると死ぬのね。理解。理解したわ。よし、今度こそ。スタミナとかないんかな。すげえじゃん、めっちゃ走るやん。やりおるわ。タタン。こう、こっち来えへんもんな、次。そう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 。あっ、うそー、ダメだー。ごめん、ごめんよ。はほんまにごめん。学習能力がのなさが何回同じシーンを見せるんだっていう。で、次そっち行くから。あ、いやでもこっち戻ってくるね。ここ、こうやったらいけるんやな。よし、戻ってくんなよ。そうそうそう、向こうに行け、向こうに行け。よしよしよし。あ、危ない危ない危ない。セーブじゃない？隠れよ、とりあえず。ちょっと登って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 、頑張って頑張って。これセーブだ。よし。え、あ、いけそうだな、ここ。バレ、え、よいしょ。お、あ、登れた登れた。
ちかやな。こっちか？こっちだよな。えい。やばい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 、え、やばいんだけど、どこ行くのこれ。ここじゃない？あ、あそこ登る。いや、バイオハザードの赤ちゃんでしょあれ。こ、あれはダメ。あかんあかんあかん。これはちょっと早く逃げなか。あれはバレたあかんやつ。はあ、怖かった。え、マジで怖いやこれ。ネズミはいいやつ。え、ごめん、ヒカリダメダメやった？え、どうしたん？お腹すいた？お腹すいたはないか。なんだなんだ。え、なになになに、トイレ？な、やーべ、なんか人いる。お腹すいた。はあ、よかった。え、食べたら死ぬ？食べるんかなと思ったんやけど。え、お前いいやつじゃん。やった。セーブポイントか？なんだなんだ？ここは。わあ、やばい。濡れる濡れる濡れる。え？わあ、壮大な。あ、え、電気。これダメなやつだな。ビリビリ食うな。お。もう電気どこへ止めるんだ。よいしょ。こっちか。これだな。え、どうすんのこれ。あー、なるほど。で、セーブポイント、あった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 。あれ、つけて。あー、わー、すっごい難しい。はあ、ええ、とりあえず今回はここまで終了してメインメニューに戻る。今回はとりあえずここまでにします。あー、こう、なんかコントローラーの振動が切れないから、
ちょっと怖さ、ホラーが増してますが。なんとかやっていけそうなので。しかも面白いしね。ちょっと頭使うの苦手なんですけど。頑張って攻略とか見ずにやっていこうと思いますので。よろしくお願いします。では、また続きすぐやると思います。よし。ではね、バイバーイ。